はい、ということでですね、ただいまの現在の時刻が4時半でございます。未だにサブアカ、本アカウント2つとも来ておりません。もしこれが来なければ、もう一大事です。いやー、まあまあまあ、動画いつなってるかわからないんですけれども、あと40秒ということで、いや、さすがに来るでしょう、4時半、フラグじゃないよ。さすがにね、4時半来ると思うんで、まあ、4時半に撮影して、まあ、編集して、まあ、6時ぐらいなってるかな。まあ、アップロードしておきたいなと思います。いやー、やっと来るよ、ダルビスさんのね、報酬が4時半組になりました。5時半組とかね、5時組とかには絶対ならないと思うんで、ね、お願いしますよ。まあ、生放送ね、来てくれた方々ありがとうございました。ということで、あともうちょっとね、ラスト10秒ということで、見ていきましょう。10秒。サバカとね、本アカどっちも更新します。行きましょう。やばい。いまーす。どっちも来るでしょ。じゃあ、恐れ起こったか。起こったあかんけれども、ほんまにこれ、次の、更新5時です。ありがとうございました。はい、ということで、ただいまの現在の時刻が、14時59分でございまして、サブアカの方がね、まだ来ておりません。で、12球団の方はね、4時半に来ておりまして、まあ、その後ね、まあ、撮影も終えております。あとはサブアカのみです。お願いします。さすがにね、さすがに5時に来るでしょ。5時半はないよね。5時半に来ないよね。フラグじゃないよ。ということで、あと30秒になりましたと、行きましょう。サブアカのこれね、まあ、5時に来て、まあ、撮影して、で、12球団の方とくっつけて、まあ、5時は出せないか、6時ぐらい多分出てると思います。いや、お願いします。ありがとうございます、ダルビスさん。で、12球団ね、引いたんですけど、めちゃめちゃ良かったです。いやー、最初からね、最後まで見てください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、あとラスト5秒。3、2、1、バイ。ありがとうございます。いや、そろそろ来るでしょ。いや、これ4分後ぐらいに来たんで、まあ、最初来ないんよ。さすがにね、4分後ぐらいに来るんよ。ということで、カット。来ました。5時6分です。ありがとうございます、ダルビッシュさん。ということでね、撮影していこうかなと思います。いやー、これ見たかったよね。見ていきましょう。41ランチ、ありがとうございます。自治名、ありがとうございます。純正にはめちゃめちゃいい。30番、ありがとうございます。A3、S ランク、自治部契約書、ありがとうございます。A ラン契約書、ありがとうございます。あざーす。いやー、ありがとうございます。ということでね、引いていこうかなと思います。もうこれね、阪神純正なんで、S ランクはね、純正、ちょっとだけ選手画面させてください。阪神純正の方でして、今ね、一番欲しいのが、これ、糸井ライトさん。何やねん、糸井ライトさんって。ライトの糸井さんということで、2800から変わってないんで、こっから上がれば600アップということで、もう糸井さん狙いでいきたいなと。まあ、西さんもいいし、藤川さん、梅野さんもね、ちょっと欲しいかなと。行きましょう。見ていきましょう。これって、あとね、ゴールドチケット契約書も、期限が切れるということで、それも引いていきましょう。とりあえず A ランクも期限切れるか。これも引いて、ゴルチケ、期限切れから引いていきましょう。S ランクもね、あと引いていきます。で、30%、ゴルチケ、ゴルチケ A ランクからいきましょう。6日、7日、このあたり行こうか、1週間あたりなんで。よし、頼む、お願い、S ランク来て。ミキサーもしたいんでね、ミキサーはまだいいかな、純正。純正の方はもうちょっとね、増えてかないでしょうね。若月さんと、井上さん、井上さんか。ありがとうございます。いやー、さあ、もう感謝しかないね、ダルビッシュさんには、本当に。加藤さん、原島さん、太田さん、原さん。よし、オッケー。ガンキル。ガンキルさん嬉しい。これ嬉しいよ。阪神純正。これ何出たんや。A ランク自チームか。ガンキルさん嬉しい。あと、ゴルチ系1週間は、まだ、このヒットとか。いや、A ランクまだいいかな。いや、どうしよう。A ランクヒットか1週間なら。どうせならヒット、ゴルチ系も、あと20日9日。これ、このあたりヒット置きましょう。30% ゴルチ系。あと TS もあるんです。16、まあ、ここまでかな、16日。5枚、8枚引いていきましょう、A ランクと。いやー、ほんと、ダルビッシュさんに神。藤川さん、ありがとうございます。これで9位に行きますと、阿部さん。結構出るね。大山さん欲しかったよね。ありがとうございます。いや、ほんま感謝しかない。行きましょう。牛田さんということで。まあ、これね、A ランクミキさんもできる。伊藤一さんの S が欲しいんです。大浅村さんと。いや、A ランクはマジで補強したいよね。ほんで、今から引いていくのが、まずは 30% かな。こちらの通り。30% 契約書。こちら、あと4日なんで。で、あと、これ 30% も引きますか。で、あと TS も引くと。で、こちらね、マクラいいかな。30%。ダルビッシュさんの、ダルビッシュさん選手からプレゼント、これ来ます、30%。パーセンテージ契約書が3枚。いきます。とりあえず、木崎さん、交流試合を頼むよ、お願い。ちょうだい。一応、A ランク以上は確定なんでね。ありがとうございます、ダルビッシュさん。お願い。感謝の手順を忘れないことが一番重要なんで。お願いします。バリン。
木崎降臨。佐野さん、もうなんかね、なんか狙いの選手じゃなくても清々しい気持ちになれば、あ、有原さんありがとうございます。なんか清々しい気持ちやね。ということで、まずは S ランク役所に残り4日のプロスビラビーズ引いていきます。阪神純正上がらんで阪神の選手のみといきます。木崎降臨。スコアボードの打率が000は本当に恥ずかしいですからね。ステリオ000は本当に恥ずかしいですからね。阪神お願い、木崎降臨頼む。阪神マジで、おお、ボセニッツさん、ボセニッツ、あー、ボセニッツさん、まあリアタイじゃなくてツーシームなくなったからね。とりあえずこれはミキサーと、で続きまして、これ引いていきます。 TS 契約書、これね、まだ引いてなかったんで、今引いていきます。能見さん狙いやね。とりあえず阪神純正上がらんで、12球団の方では、当たります。一応能見さん、スコアボードの打率が000は本当に恥ずかしいですからね。2回目よ、これ2回目よ、000は。頼む能見さん、いやここで補強したい中継ぎ枠、能見さんお願い。おーわー、杉内さん、杉内さん、いいね杉内さん。いや、なんか、なんか悔しくない？杉内さん、来たーってなる。言いましょう。ということで、まあ、残りの 30% 契約書は、あれなんで、S ラン契約書いきます、ダルビッシュさんの。まあ、阪神女性なんで、阪神の方が来てくれればいいかなと。スコアボードの打率が000は、本当に恥ずかしいですからね。3人目、3回目よ。木崎降臨。どう仕事するね、木崎さん。阪神、おー、ジョンス。ライト当たった。ライト当たったけれども、もう一個右の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 右や。ジョンスちゃうわ。よし、行きましょう。ということで、S ランク G チームね、もう純正にとってはめちゃめちゃいいガチャ。ちょっと糸井さんね、狙っていこうかなと思います。頼みます。糸井さん。ライトが当たったんで。ラスト、バイヤー。お願いします。よし。スコアボードの打率が000は、本当に恥ずかしいですからね。4回目。4回連続ないでしょ。木崎降臨、いけ、糸井頼む、糸井さん、お願い、糸井さん、おー、ふ、おー、おー、福留さん、いいね、福留さん、これで200アップということで、よしよし、オッケーオッケー、まあ200アップ、まあ糸井さんが欲しかった、できれば糸井さんが欲しかったけれども、いいでしょう、福留さん、ということで、またね、新たに200アップでも、育成していきたいなと思います。ということで、12球団の方へ、どうぞ。はい、ということで、ね、まあ、最初にね、阪神アカウント、サブ赤の方を引いてもらいまして、まあ、こちらね、動画して撮っていこうかなと思います。まあ、狙い目の選手は、ね、阪神アカウントは、まあ、阪神のね、選手を、まあ、絶対に、ね、獲得するんですけれども、こちら12球団、誰を狙っていくのか、そしてね、まあ、お知らせね、多分最初の動画で見ております。ということで、選手画面、レッツラゴー。はい、ということで、選手画面の方に行きまして、狙うべき球団、狙うべき選手はね、昨日の動画にて、まあ、まとめましたね。ぜひともね、こちらを見てもらえればいいかなと。で、そしてですね、私は今回、どこで狙うのか。そうです、そう。広島東洋カープにて、ライトね、追加されたということで、鈴木誠也選手と大瀬良選手、相澤選手を狙ってね、契約書類を引いていこうかなと思います。そしてですね、動画外にて、バリオスカードを引いたところ、菊池選手が来たと。で、最終的にね、まあ、自チーム契約書に出なければ、まあ、ミキサーもね、ちょっとしていこうかなと思います。圧縮2名かな、最大でできるんで、まあ、大瀬良さんが当たったら、まあ、そうやね、まあ、やっていこうかなと思います。ということで、鈴木誠也選手ね、このステータス、84-80、侍の4番ということで、やっぱり存在感でかいよね、狙っていこうかなと思います。守備もね、めちゃめちゃ上げられたということで、まあ、福留さんね、こちら、中日の方で、TS ランキング走りまして、福留さんゲットしたんですけれども、ベンチ枠にね、まあ、鈴木誠也選手が入れたんで、リーグオーダー、まあ、DH 枠としてもね、リアタイ使えるんで、右のパワーヒッターとして狙っていこうかなと思います。ということで、画面を切り替えます。はい、ということで、プレゼント画面の方に来まして、まずはエナジーから、受け取らさせていただきます。ありがとうございます。41エナジー。これ相手は S ランク特訓か、もらいました。ありがとうございます、ダルビスさん。ということで、引いていきましょう。まずはですね、これね、A ランクと A ランクからパッと引きましょう。ダルビスさんからのプレゼント、ありがとうございます。A ランクは、何や、これ。あ、角中さんと、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝を込めてね、引けば、まあ、当たると思うんで。続きまして、これね、絶対自陣は最後に引いてください。30% から引いていこうかなと。ありがとうございます。コナミ様、ダルベス様、ありがとうございます。鈴木誠也選手、お願いします。お願いします。
お願いします。スコアボードの打率が000は本当に恥ずかしいですからね。 お願いします。本当に感謝感謝を決めて。おいピレラ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 、某配信者、某配信者いっぱい出てたって。ピレラ、うん、ピレラ、うん、まあ怒ってはいけない。うん、ありがとうございます。ピレラ選手もね、育成していこうかなということで、 S ラン契約書を引いていきます。 S ラン契約書はね、鈴木誠也選手、カモンベイビー、鈴木誠也選手、お願いします。おー、ちょ、演出ね、まあ、一つだけ言わせてほしいんですよ。演出ね、S ラン契約書確定の場合、何だっけ、長打で逆転じゃなくて、ホームラン、木崎降臨、いけ、木崎、鈴木、おー、鈴木、鈴木、動画100点満点出ました。確かに願った。鈴木は、今足から崩れ落ちた鈴木、確かに願いました。私は、ダルビスさんとね、コナミさんに鈴木が欲しいと言いました。うん。やばい、壊れそう。やばい、壊れ、あかんかん。自我を取り戻せ、自我を。ちょっと、やばい、目がクラクラしてきた、ちょっと。続きね、最後ラストということで、自チーム契約書。これでね、鈴木誠也選手を当てたいなと思います。いきます、カープ。鈴木誠也。うん、鈴木誠也。長打じゃなくて逆転されるチャンスをホームランにしてくださいって確定で、鈴木誠也。おお、よしよし、オッケー、いいよ、広島マーク、大瀬良さんはマジでオッケー、来た、SQ、いいね、ありがとうございます。よし、オッケー、ちょっと待って、でも鈴木誠也は欲しいね。はい、ということですね、ミキサーの、ね、選手集めてきまして、なんと鈴木が2名おります。いや、これは鈴木のね、同姓同名ということで、さすがに当たるでしょう。言います、小林選手ね、このシルエットかけた時に当たったんで、もう一人もね、持っております。特殊能力のマックスの方、言います、鈴木、菊池、デラロサ、鈴木ということで、いや、こんだけ鈴木選手のね、名前があれば出るでしょう。言います、ラスト、ファイア。ダルビッシュさん、コナミさん、ありがとうございます。鈴木誠也でお願いします。鈴木誠也です。そう、誠也。スコアボードの打率が000は本当に恥ずかしいですからね。恥ずかしくないようにお願いします。鈴木のパワーを全身全霊込めて、いけ、鈴木誠也。おお、ジョンソン。いや、狙い目のね、選手上げてたんですけど、ジョンソン、ジョンソン投手。いや、ジョンソン、A ランクがね、なんか持ってないよね、ジョンソン投手。狙い目の選手で上げてた。え、パイピンコントロール持ってる。おー、意外にね、なんかリアタイ使ってて、全国大会で打てないよね、ジョンソン投手。あー、タイピン持ってるんや。あ、コントロール機持ってる。ちょっとリアタイでね、全国大会の時に使いたいなと。まあ、いいでしょう。鈴木誠也、エキサイティング出ることを願いますと。いやー、まあ、いいでしょう。大瀬良選手が出たということで、ありがとうございます。ほんまに、ダルビッシュさん、ありがとうございます。これで大瀬良選手と、カープ枠ね、大瀬良選手、選手用に10人ぐらいいるんで、小5で9位スタメンできれば、もう、ベリーベリーグッドと、ありがとうございます。ダルビッシュさん、コナミ様、で、この企画をしてくれたことに、本当に感謝です。ということで、今回、ぜひともね、この動画良ければ、チャンネル登録、高評価、通知オンね、してもらえればいいかなと思っております。ということで、今回は以上、ダルビッシュさん、ありがとう。